俺の股間は AWM。 はい、どうも、スコレです。今回はですね、最近 Twitter とかで話題になってます。今までですね、あったイベントとか、存在したパックがですね、全部その、ショップに表示されるっていうバグについて、ちょっと詳細話していこうというふうに思います。僕もリスナーさんでそれがね、たまたまできてしまった方がいて、やり方とかも分かってしまったらしいんですよ。今回はちょっとやり方の部分はちょっと省くんですけれど、その、どういうやり方だったのか、その性質だったりとか、それがチートなのか、不正なのか、バンされてしまうのかという部分のお話ですね。していこうかなというふうに思います。まずちょっとこちらの映像をご覧ください。どうぞ。はい、こんな感じですね。こんな感じで、パックがですね、一覧映ってしまっているという感じなんですよね。これ、実際変えるわけではないんですよね。表示されてしまっているだけなんで、おそらくその、非表示になっているクライアントデータが、何らかの理由で、見えちゃってるっていう感じだと思うんですよね。デバッグモードか、その管理モードか知らんですけれど、そういうモードに、その、誤って入れちゃうみたいな、そんな感じのですね、仕様なんですよ。で、やり方はちょっと言えないんですけれど、ぶっちゃけこれですね、普通にプレイしている方が入ってしまう可能性ってのは十分あります。そのバグの方法を知らなくて、全然普通にねログインして通常戦闘入って、メンストとか団体とかいろいろなんやかんやしてるときにこれたまたまなっちゃう恐れがあるんで、これはさすがにね、まずバンはないですね。バンはないです。絶対にないです。こんなんでバンされたらたまったもんじゃないんで、絶対にありません。で、あと特にね、違う部分で悪用できるという要素もありません。全くないですね。見れるだけです。見れるだけであって特にないです。あと例えば銀玉コラボとか、そういうね、今後のコラボとか、パックとかの内容は見ることはできません。なんで、例えば、フライングゲットしてですね、いろいろ情報を流せるとか、そういうことは、基本的にはないんですけれど、しかし、一個こちらご覧ください。どうぞ。こんな感じで、来月の精鋭はですね、見れるんですよね。これだけはちょっと見れたらしくて、ちょっとこちらも動画もらったんですけれど、いやー、次シーヤーみたいですよ、シーヤー。シーヤーでも、この色石鹸みたいなね、ちょっと安い石鹸みたいな色してますけれど。これらしいですね。はい。基本的にね、そのユーザーがそのね、たまたまその起こしてしまったような、起こしてしまう可能性のあるバグっていうのはですね、基本的に、規約違反だったりとか、バンされることっていうのはないです。規約の中に書いているのは、故意にバグを起こして、それを故意に利用してしまう、悪用する行為がいけないのであって、故意でなければセーフなんですよね。これは荒野行動だけじゃなくて、他のゲームでもこれはね、当たり前なんです。だってゲームなんてね、バグっていうのは絶対起きてしまうんで、どこかで。絶対に起きてしまうものですから、それにね、たまたま遭遇してしまった場合にバンされたらたまったもんじゃないんで、故意でなければセーフです。で、故意なのか、それとも故意でないのかっていうのを確かめるのは難しいんじゃないのっていうふうに思われる方いらっしゃるかもしれないんですけれど、基本的に例えばね、悪用しとったら、例えばアイテムが増えたりとか、金券とかダイヤが増えたりとか、そういうふうになってますんで、そのバグを起こした後に、あからさまにそういう数字が増えていれば故意ですけれど、そうでないので、故意じゃないんですよね。はい。そういう部分を見て、運営っていうのはどのゲームの運営もそうなんですけれど、基本的に判断しております。荒野行動、今回のこのバグは悪用のしようがないんで、だから絶対に、バンは起きないよといった感じなんで、もしもこれに遭遇されてしまった方とかもですね、あんまり慌てずに一回リログしてからですね入り直せば大丈夫です。金庫ルームにね、たまに入っちゃうみたいな、バンとかされてなくて全然悪いこともしてないのに金庫ルームにたまに入っちゃうみたいなバグもちょっと前にあったじゃないですか。これやってることは正直、同じ感じです。本当たまたま入っちゃうんですよね。で、リログしたら戻るっていう感じなんで、金庫室間違えて入ってね、本当にそこから、バンされちゃうってことはありませんので、改めてですね、安心されてくださいといった感じの今回の動画になってます。はい。荒野行動ね、最近バグがだいぶ多いと思います。バグ起きるのっていうのはゲームとしては仕方ないんですけれど、多いのはどうなのみたいな、増えているのはどうなのっていう方いらっしゃるかもしれません。でもですね、やっぱりゲームを作っていて、ゲーム作るときって当然ね、プログラミング、スクリプトを組んで、それを実際その実行して、で、ゲームとしてですね、こうやって成り立たせるわけなんですけれど、作っている本人たちも、どのゲームもそうなんですけど、作っている本人たちも、それが実際どういう動きをしてくれるのかっていうのは分からないんですよ。もちろんそのシステム的な部分は分かるんですけれど、なんて言いましょうか、実際このバッて組んで、それがね、自分たちの思う通りに動いてくれるかっていうのは本当に分からなくて、
て、なんでかっていうと、まあ、例えばね、あの工場があるじゃないですか。大きいその食品工場みたいな、機械なんか電気系のね、電気機器を作る工場があったとします。例えばキヤノンの工場があったとしますよ。そこに働いている方とか、そこの社長さんとか、まあ、そのある程度まとめている人たちとかですね、その工場をパッと見て、それが正常に動いているのか、どこがどう動いているのかっていうのを全部把握することってできると思います。できないですよね。まあ、こんな感じで、どんなにプロフェッショナルの人がそのものを見てもですね、あまりに物がでかすぎると、その全てが正常に動いて、こことここがこう組み合って、こことここがこう組み合って、こういう風に成り立っているけど、実際こういう風に現実で動いてくれるかっていうのはちょっとわかんないんですよね。もしかしたらその噛み合わせが悪くて、どっかが噛み合わせ悪くて、その正常に動いてくれなかったりとか、逆にあれここ噛み合わせ悪いのになんか動くぞっていう時もありますし、たまたまなんかどっかで噛み合っていて、まあそんな感じなんで、やっぱりゲームっていうのもたまたまその動かしている、たまたま動かせているっていう時もありますし、その絶対に正常なはずなのになぜかバグが起きてしまっているっていうですね、そういうことっていうのもあるんですよ。まあ、だからまあゲームっていうのは修正が大変なんですよね。だってそのどこが原因で不具合が起きているかっていうのがまずわからないんで、そこを特定するまでにすごい時間がかかるから、よくそのコアコードの開発者の方とかが、まあ、そのツイッターとかでまあ逐一聞き取りを取ってから、まあいろいろその修正のためにですね、情報収集をされているんですけれど、まあ、そんな感じでまあゲームの不具合修正っていうのは全くもう全然もう簡単じゃないんで、まあそんな感じで不具合修正というのはものすごく難しいことなんで、まあ1週間ぐらい待ってあげてもいいんじゃないかなというふうに僕は思います。しかし不具合を起こすのは OK ですけど、お詫びはしないといけないからですね。普通補填はしないといけないんで、そこだけはまあ運営の方にも分かっていただきたいなと、運営もユーザーも分からなければいけない部分があると、そのように僕は思いました。それでは。